はい、こんにちは。アンサーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。9月の5日土曜日ですね。アンサーの時間が始まりました。4時から4時半までですね。上手なラジオではないんですけど、どうぞお聞きください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、または FM ギノワンではツイキャスト、YouTube での映像と音声のネット配信をしています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターの方も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、また台風が来ますけど、皆さん大丈夫ですかね。1週間に2回台風来るっていうのは、ちょこちょこあるとは思うんですけど、本当に台風2個で、月曜日から土曜日までで、金曜日まででかな。で、本当に休校になったっていうのは、自分の思い出では、中学校ぐらいですかね。その時ぐらいしかないですね。もう月曜日から金曜までで台風が2個来まして、本当に学校の半分は休校という。でも、あの時はね、どっか中学生ですから、台風を楽しみながらわざと学校に行って、用務員のおじさんと話をして帰って行ったっていうのを覚えています。で、ニュースでもね、すごいたくさんありまして、この台風がこれ以上来たら、この学業どうやって進めるかっていうのをね、ワン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 言ってたのをよく覚えています。あの時は子供だからね、のやがやーって見てたんですけど、今考えてみたらそう思うでしょうね。だって1週間に2回も本当に台風が来てね、で本当に週の半分は台風で休みと。で、また台風が続々出てからどうするかとかってね。もうその時はまた片振りというか、強い片振りとかたくさんありましたよね。大きな片振り振ってから、そこら辺のマンホールから水がブワーって飛び出たのがたくさんあったのを覚えてるんですけどね。多分、中年の集合住宅の人とかよく覚えてるんじゃないですかね。小学校とか。中学校もだったかな。突然大雨が降ってからね。雷も本当に晴れていたのに、ものの2、3分で雷の大雨、片振り通り越した片振りがね、今でいうゲリラ豪雨ですかね、あれね。自分たちの時ゲリラ豪雨なんてちょこちょこあったもんだけど、そんなに騒がなかったけどね。本土の方は、地盤も弱いんでしょうね。もうパタパタしてるし、地下では何年か前でしたかね、なんか人が水の中に埋まってっていうか、水死した事件も確かあったような気がする。もう10年ぐらい前だったかな。もうそんなに古くないのかな。東京のこの地下のお店かな、なんかそこで人がいてから、そこに水がバーって入って、もう行こうと思ったらもう逃げられる、そのまま窒息死か。都会に、そうだね、ゲリラ豪雨って危ないはずね。自分たちが慣れすぎてるのかなとは思うんですけどね。で、また台風が来まして、旧盆の方は大丈夫でしたかね。ウークイの方はもうね、密はやめてくださいって、もう家庭だけ、家族だけでやってくださいっていうところも多いと思ったんですけど、家族の中でもやらないですよね。もう本当にもうこのウークイを仕切る長男おじさん、それから本当のこのじじばばのこの兄弟ぐらい、自分たちもそうでしたね。本当にもうこの旧盆とかこのウークイとかの作業をする人たち以外本当にいませんでした。多分みんなそうですよね。でも他
お孫さんとかね、来てからご飯食べてワイワイ騒ぐ役目の人たちはもうどっちかっていうとちょっともう控えようかと。本当に最小限でしたね。お客さんも来なかったし。だ逆に暇でしたね。寝てましたね。ウォークインなのに寝ていました。昼寝してから。まあ、休めたからいいんですけどね。じゃあ1曲目いきたいと思います。エイトさんの香水です。本当にもう道が4人ぐらい おじさんと寝てた。本来は自分もウークイやらないといけないんですけど、もう親に任せて出勤してました。大丈夫よ、あと10年後嫌でも出るよ。出勤なんて母ちゃん方のところもあんたが来るな、お前がいるって言われて、両方父ちゃん方も母ちゃん方も、別にやってもいいんだけどさ、ウークイと運慶、本当に時間差でやるだけなら別に苦ではないんだけど、ただじじばばだったね。あんたは忙しいな。でもやる人もいないでしょ。まあでも、僕の家はちょっと結構そういうの盛んなところなので、親戚関係も含め、まあ続けないとなとは思ってるんですけど。いないと苦労はいないよ。でも今回このコロナの件だいぶ変わりそうですね。ね。まあ今回本当にほとんどのところが自粛してるじゃないですか。だからもう僕たちの親戚関係とかも、もしかしたらもう回るのとかもどんどん自粛傾向になっていくのかなっていう感じですかね、来年以降も。もう皆さん結構年を召されてきてるので、年配の方々が。そうだよね。軒並み90以上の方増えてるんで、90だから90超えてもあんなに元気なのすごいなって思うんですけどね。自分が小さい頃でも10歳の子の指のあれをこれ入れずに、あんなばあちゃんとかよくいたから、あんた聞かんよって言っても自分なんでよって、ばあちゃんかっこいいなって言ってた。いいなって言うんですよ、女性の誇り。あれはそうですよね、沖縄の文化としては。でもあれ国がダメって言ったんだよね。だから結局残らなくなっちゃったんですけどね。実際明治時代は法律で禁止されてたんで。まあでもそんなこと言ったらね、本当でもそんなの、そんなところたくさんあったんだ。アイヌもでもそうですよね。アイヌなんか顔になんかつけてからなんかあれだったな、そういうのが結局近代国家には向かないっていうイメージでやっちゃったんですよね。じゃあ、ヤクザ脱ぐよ。ガンガンつけてるし。だからや、本当は入れ墨ってそういうアンダーグラウンドな文化ではなくて、普通それにね、生活に根ざしたものなんですけど、役割とか聞いたよね、本当は。そういう民族的な、なんていうんですかね、タトゥーっていうのもちょっと興味ありますね。それならいいんじゃない？ただ、のぼりでとかさ、あんなの入れたら、以上、入れるのは自由だけど、一生背負っていけない。僕はタトゥーは興味ないんで、でもイメージ柄ちょっとそういうのもあった方がいい時もあるので、シールで我慢し。それでいいと思う。いや、体って変わるじゃないですか。そう。だから絵が変わるのが気持ち悪くて。それダメじゃん。いやー、もう CM の方行きましょうね。そうだね。せっかく綺麗な何か絵を描いてもそれが伸びたりとかして気持ち悪いんだよ。増田聖子がヤマタ派の子になったりするけど。それは個人的に嫌だ。
CM 行きます。はい、エイトさんの香水でした。いい曲ですね。はい、ということで次はですね、新聞小学生のちょっと話をしていきたいと思いますね。新聞小学生やったことある方は多分いると思いますね。で、その中のこの裏話とかもねあると思うんですけど、新聞小学生ねやったことある人でみんなどんな思い出があるのかなとは思うんですけど、まあ要はの新聞を配ったり集金したり開拓したりするっていう職をやりながら学校に行く。で、学費の何割かは払うんかな、会社の方が。で、その半分ぐらいを何割かをこの学生さんが払うと。という方式だったと思うんですけど、この新聞小学生、意外とですね、あと周りと仲が良くてですね、この毎日新聞とか、朝日新聞、それから日経、自分の時はと自分が読売、他何があったかな、まあ他ちょこちょこあったんですけど、そうですね、意外とこの4社って表ではこの発行部数とかで戦ってるんですけど、配達する人にとっては別にそんなの関係ないんですよね。普通にフレンドリーで、この新聞のこの部数を分け合うっていうことを自分はもう普通に先輩たちもやっていたんですよ。で、まあ、もう取る人も分かるので、学生さんだねって、じゃあいいよ、じゃあ3ヶ月に、半年に一遍でいいかということで、交代つつ取るっていうのは、まあ、暗黙の了解と、なんだろうな、優しさで、この地元の人はやってくれてたっていうのはありました。で、でもね、この中でもやっぱしね、厄介者はいるんですよ。もう、そうですね、1ヶ月取るだけで洗剤を一箱とかね、本当にこいつバカじゃないかなっていうやつとかたくさんいたんですけど、でもね、これってこういう人たちってね、この一部の新聞屋にバーって言うと、もうこれが広まるんですよ。すると、他の新聞屋さんも、あ、これやばいな、ということで、取らないんですよね。で、結局こういう人は、結局新聞を取りたくても、この周りの人たちがもう情報を交換しているので、誰も断るんですよ。ブラックリストっていうのが一応もう自分たちにもありまして、本当にこの人とは関わるなっていうお家が何件かありまして、数件しかないんですけど、だから結局こっちはもう本当にすいません、もう何もやらないから新聞ちょうだいって言ったら、じゃあ試して1ヶ月だけでいいですかって言って、たまにはねこの新聞屋さんから打ち切るっていうこともありました。まあそういうところもよっぽどなんかやってるんでしょうね。本当にもうここはいかんでいいよって、この人がこんなって優しく声かけて反省していても、これはもう触るなって、もうこれも触らん方がよ、お前が痛み合うよっていうとこ何件かありましたね。で、部数もですね、意外と最近外国人が470とか配っているのをちょっと見たんですけど、自分がね最高が400超えたんですよ。410か420とかそのぐらいだったかな。するとね、400を超えると有感もね200台後半なんですよ。
だから普通の朝刊と同じ部数なんですよ、夕刊が。ひどい時は夕刊がね330とかで、朝刊が420とかっていうような、本当に意味わからん桁。他のところは本当にもう朝刊が330、夕刊が150なんですけどね。本当に自分はもう違うこと、それで減っても夕刊が296とか、朝刊が400とか395とか、あれは本当に疲れましたね。上の人からしたら頑張って開拓してくれって思うんです、思ったと思うんですけど、配ってる方はね、お道かめんどくさい。でね、この大杯って言って自分が休みの日に配る人がいるんですけど、この大杯の人も本当に物によっては配りたくないっていう、いう先輩たちも多々いたんですよ。だから結局は大杯ができる人に合わせてからじゃないと休みが取れないという、本当にある意味めんどくさい職場でしたね。あ、でもとても楽しかったですよ。では2曲目ですね、世界の終わり、ドロップアウトです。でも一気に上げすぎるとちょっとあれなんで、ゆっくり調整します。自分は本当に最高が420とかかなだったんだけど、だけど最近のテレビで外国時間470ってやったから、これまだまだだな。でも400超えるとね、こんなだよ。だからですね、なんだこれ、これ全部ですよね。だから夕刊でも本当に200、夕刊で300超えてなかったかな。本当に嫌だった。麻薬部数減ってよって、なかなかやめてくれ。今さ3ヶ月ぐらいはたったんですよ。でどうにか370ぐらいになったら、最近は成績悪いな。いや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 。400超えたら大杯の人、ベテランじゃないと受け取って受け入れてくれない。休みない。よく覚えたね、考えてみたら。400、結構あと2分ぐらいですね。何時間？ 2 時間半ぐらいで配った。足だけは早かったよ。足だけは早かったよ。僕も足だけは早かったんですけど。だいたい嫌なのがさ、3階建てのアパートとかあるでしょ。5階建てとか、東京古いさね、階段だけさ、5階の503とかだけ、はぁーって。せめて501でも503。わざわざ一番奥。だからもう、あ、新しいの開拓しました、南郷室303か。アパート、エレベーターない。分かった。めんどくさかった。
あと20秒で終わります。あ、聞いたことある。あの英雄の CM で使われてます。はい、世界の終わりドロップアウトでした。自分も勧められて聞いてみたんですけど、聞いてみたら、あーこんな曲あったな、面白いなっては今思ってますよ。1分後には忘れておりますということで、あと何分ぐらいでしたっけ。あと4分ぐらいだそうですね。4分ぐらいということはだいたい OK 26までだねということで、今度はですね、すいませんね、もうラジオが下手みたいですね。私パーソナリティで1年半以上やってますけど、まあ本当にね、本職でこれで食っていきたいという人と比べると、好きだからやるっていうのは内容がようわかりますね。でも本当にこのラジオする前はね、何をラジオ1個でこんな苦労してるんだ、ラジオぐらいできんのかとバカにしていたんですけど、今はね自分に打ち当たりしまくっている毎日なんですけど、はい。ということで今度はコロナですね。コロナ圏外からね来る方とかも、まあ用事があって来る方もいるとは思うんですけど、まあ、沖縄も大変ですけど、この関東とかも大変らしいですね。この東京からこの茨城とかも埼玉とかっていうところなんか避暑地に行くらしいんですけど、なんかとりあえずマナーがないと。マナーもないし、なんだったかな、この感染症に関するなんかね、なんか責任感がない人がもう遊びに来てパッて来てパッて帰るっていうのがいるらしいですね。本当悲しいもんですね、同じ人間なのにね。だって沖縄の人でさえあんまり外に遊びに行くのあんまりいないはずなのにね、わざわざ何コロナの患者がいないからって安心して行けるっては言いますけど、ちょっと待ってくださいよとそういう問題じゃないでしょうって、子供が確かにうっぷん溜まってるのは分かりますけど、ちょっと待ってくださいよと、でまあ大半の人はね、こういうのを本当に分かってすいませんって、本当にマナー守っていると思う。本当にマナーも何もなくて行く人とかいると思うのでね、そういうのは本当にご遍慮していただきたいですね。もう丁寧にも来ないでくださいと。で、また話は変わりまして、皆さん、ボーナス時期になりましたが、ボーナスはありましたか？売上の方が下がりまして大変かと思うんですけど、どうなんですかね、サラリーマンの方々は。この教育関係とかはね、まだ保証とかありますので、大丈夫ではあるんですけど、こういうね本当に営業とか本当に実力社会のところでは、もうねいくら頑張ってもお給料は減っていくってとても辛い時期だとは思うんですけど、今にね上向きになるとは思いますので頑張ってください。でも逆に子どもと一緒に過ごす時間、家族と一緒に過ごす時間もできるからいいのかなとは、教育関係のこの自分からはちょっと思ったりはするんですけどね。でも当の本人たちからしたらね、ぬやがやって、そんなの関係ないっていう人もいるとは思います。はい、ということで本当に皆さん、この地球を頑張っていこうと思います。では今週の放送も終わりになっていきました。私原が30分間お話ししました。ありがとうございました。ではまた来週。皆さんお元気でお過ごしください。さようなら。
台風の